おはよう、ユウ。わたる。おはよう。どうしたの？あからさまに元気のない声出して。わたる。事件だ。なに？どうせまた大したことないんでしょ？今日のは大事件だ。わたるもこれを聞けば授業どころじゃねえぞ。なんなの一体。心して聞けよ。俺はこの事実を知ってからというもの、悩みすぎて食事も喉を通らねえんだ。その割には朝からレンとラッピー行ってきたんでしょ？おうよ。朝の授業が休校なのすっかり忘れててさ、暇になっちまったからレンに連絡したんだ。あ、そうだそうだ、授業終わったらレンとカラオケ行く約束してんだよ。ワタルも行こうぜ。それはいいけど、ところで事件って何？いけねえいけねえ、忘れるところだった。忘れるってことはやっぱり大したことないんでしょ？大事件なんだって。もしかしたらバンドの今後にも関わるかもしれねえ。バンドにも関わること？もしかして気胸の怪我が悪化した？それともバンリ君、お金稼ぐために危険なことしてるんじゃ？あ、そうか、レン、レンがとうとうラッピーに住もうとしてるとか。落ち着け、渡る。あいつらは心配ない。じゃあもしかしてユウ、何があったの？実はな、ナポリンって本州じゃ売ってないらしいぜ。それで？な、大事件だろ。今後俺らがもっとビッグになって本州に行くこともあるだろうからさ、その時にナポリンが飲めねえとなると。え、それだけ？バンドの今後に関わることって？関わるだろう。ナポリンは世界一俺が好きな飲み物だぞ。俺の命の源だと言っても過言じゃないんだ。はあ、心配して損した。ナポリンで命が脅かされるのはユウくらいだよ。なんでお前はそんなに冷静なんだよ。普通だよ。そんなはずはねえ。北海道民ならこれは大事件じゃねえか。おかしいのは渡るだ。今それを証明してやる。何してるの？本州にはナポリンがないことをみんなにも教えてやるんだ。みんなって？決まってるだろ、アルゴナビスのみんなだよ。返事帰ってきた？おう、見ろ。みんな僕と似たような反応だね。レンは驚いてるだろ。ユウとレンだけ3対2、やっぱり僕が多数派。なぜだ！どうしてみんなわかんねえんだ！よし、決めた。今からナポリン買いに行くぞ。え？今から？今日からちょっとずつ買いだめしておいて、いざ本州に行くことになった時、それを持っていくんだ。そうだな、ざっと1年分ぐらいは持っていきてえところだな。そんなに持てるわけないでしょ。そうか、じゃあ行く前に宅配便で送って。そんなことするくらいならネット通販で買ったら。おお、その手があった。これで本州に行っても安心だな。道外に行くことは決定なんだね。ああ、俺たちはいつか全国各地でライブして日本中で CD が売られ、アルゴナビスの名を知らない人がいないほど大きなバンドになるんだ。渡るだってそのつもりだろ？もちろん、そのために僕はこの船に乗ったんだから。よし、じゃあ俺ちょっとナポリン買ってくる。安心したら喉乾いちまった。もう先生が来るよ。それに、はい、ナポリン、しかも4本も。どうしたんだよこれ。これはレンからで、こっちは気境、こっちはバンリ君で、これは僕。どういうことだ？レンがユウが元気ないかもって僕たちに相談してきて、授業でユウに会うって言ったらみんながユウにって。俺感動してナポリン4本。はいはい、授業始まるから泣かないでね。ありがとな、渡る。どういたしまして。後でみんなにもお礼言っといてね。おう。